源を入れるか。募集 YouTube で。ちょっとサイズ感大きいとしんどいよねっていう部分。結構問題もあるよね。そうなんですなんか昔のおじいちゃんの職人さんみたいな感覚なんですよ。なんでそんなことやっとるんだみたいな。求人かけてるみたいなんですよ。全然来ないらしいのと、給料いくらもらえるんですか、前借りできるんですか、待ち合わせするじゃないですか、来ないとか空振ることが。建設現場ってそういうもんかなと思って、なんかこの間クソ坊主だけど、なんか前歩きはあるみたいな。えっちゃん来たぞ。すげえ喋りちゃんと入れてるじゃん。あ、本当だ、ね、言ってないですね。もう、まあ、あのトイレの上、あれやばいんじゃない、もうリエピあそこの上ちょっとアップして。あー、ちょっと透けてます。これ2回塗ったって言ったよね、今。あれこれが言い訳、まあ、もしかして違う、ハイクルーとったら言い訳。違う。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は岡部がカメラマンやってくれます。はい、もうすぐ。なんか2人はね、ちょっと大事な話が。いや、いいよ。まあ、そっちもいいか。なんか大事な話があるカメラ、こう、交換しながら。何？人を入れたい。まあ、現場のサイズ感じゃないですかね、そのサイズ的に、うん、まあ、一般戸建てだったら一人でいいけど、うん、ちょっとサイズ感大きいと、しんどいよねっていう部分ってことだよね。うん、うん。いや、おじさん、結構問題もあるからね。そうなんですよ、人育てれない。はい、逆にあるじゃん。親方募集みたいな感じでもいいんちゃう。親方、ちょっとごめんなさい、大丈夫ですか。俺手がもう止まらないんですけど、震えて。手がマジで固定される。いや、それ手ってちょっと伸びる。人間を入れるか。募集 YouTube で職人。大丈夫なの。でも結構ずっとやってるな。何でも人、昔なんか兄さんに使っとったじゃん。兄さんに、ベトナム人一人はベトナム人、奥ベトナム人って言ってるの。いやいや、ベトナム人、ベトナム人はあれです、自分の下だとちょっと嫌だって言われて嫌だって言われて。そういうか、あげちだな、これな。もうこれ実習生使うから分かるよな。スパルタすぎたのか、何のスパルタでついてかんっていうのはないでしょ。お前それはカッコつけてるわ。なんか昔のおじいちゃんの職人さんみたいな感覚なんですよ。養生とかでも今日これやってる、明日になったら同じことやっとると、お前何そんなことやっとるんだみたいな。うん、早くやれよみたいな。で、昨日行ったことと今日行ったことが変わってくるから、あの昔いましたよね、そういう親方、おじいちゃん。お前がやれって言ってみたいな。そういうことね。だから江藤さんと一緒分からないって言って。ああ、そういうことだ。あ、そういう人おるわ、職人はない。なんか気分変わっちゃうんですよね。で、何をそんなに嫌われるってことがあるって。なんですかね。でも、面倒見はすごいいいんですよ。昔も、最近はあれかもしれないですけど、結構ベトナムの子とかも、仕事終わりに買い物連れてったりとか、そうだよね。服とか、作業着とかも買ってあげたりとか。よく空調服も買ったっすもんね。そうよね。なんで嫌われるの？それがないと、だって、求人してくださいって言われても、YouTube、お前、何もし、俺にしてくれて、何で俺がなんか、YouTube やらなくてなるってな。そう。言うことがちょっと細かすぎるのかなっていうのは自分でも思ってるんですよ。なんか、ま、仕事だと、まあ、別にここまで養生しに食ってもいいのに、俺だと多分、もうがっちり養生してみたいな感じなんだけど、あ、じゃあ他の人よりうるさいから嫌だってこと？で、結局その求人、さっきも言ってたんですけど、どうやって求人来るんだろうっていうのを今思っとるらしいんですけど、結構他の、まあ、緑店にいる職人さんも求人かけてるみたいなんですよ、うん、やっぱり手元が欲しいとか、うん、全然来ないらしいのと、ね、来てもいきなりその女の子とか来て、給料いくらもらえるんですかから始まって、で、前借りできるんですか、前借りを最初に言ってくる子が多いって言って、でもそんなもんでしょ。で、待ち合わせするじゃないですか、面接っていうか、うん、ね、どっか喫茶店に呼んだらしくって、来ないとか、空振ることがすごい多くて。でもなんか、俺は分かんないけど、建設現場ってそういうもんかなと思って、なんかこの間、手だと思って、今喋っとって、そぼうずだけど、なんか前やる気はあるみたいな。でもなんかそのやる気あるかないか云々よりもさ、出来上がったやつが高いじゃん。まあそうですね。今なんか2万5000円払ってもこんじゃん、いい人なんてね。確かに坊主を育てることに
まあ、仕事のうまみはあるって思えば優しくできるじゃん。それをなんか対等に思うと腹が立つじゃん。なんかそこになんか俺味噌があるのかな、人が集まらない人って、すぐ求めすぎちゃう人。なんか俺はさ、一つ思うのは、これせっかくだけどさ、せっかく来てほしいから言うけど、やっぱ熱量があるとやっぱ覚えていくじゃん。やめてくせえみたいなさ、まあ、人が多いけどやっぱダメだと、まあダメや、もう楽したいばっか。でも来るならなんか足場班もやっぱ人足りてないから、親方に来てほしいよな。そうですね、まあ、受けでも何でもいいんだけど、この手の手間受けでもいいし、トラック持ちでもいいし、なんかそういうやつが来るとかさ、それはありだと思うけど、なんか江藤の若い衆ってなんかイメージがつかん。だからもうやらんでいいよってなんかそのなんかどういう子が来てほしいとかないですか、条件じゃないけど。あ、でもやっぱ青木みたいになんかやっぱ18年前やって、あ、まあ、あいつらってクソ坊主だったね、16で、うん、で学校行きながらもちょこちょこやっぱ来てはいたんでしょう。そうそうそう、我が強いっていうか、うん、なんか熱量をやっぱ欲しいですよ、うん、なんかやっぱこっちもさ、うん、なんか覚えたいっていう子があんま今の時いないじゃないですか、うん、仕事を、うんうん、まあ分かる、言ったことは分かる、うん、だけどその熱量がお前が答えれんかったらその熱量はですよ、遅いから。そうですねじゃあ今って情報社会だから、それ俺よく思うの、昔ってね、地元の先輩のとこ行きゃ行くしかなかったんだ、俺らの時代に。そうじゃない、なんか近所とか、まあそうですね、先輩とかしかなかったじゃん。お金じゃなかったしね、なんかそのだからそれも分からなかったもんね、誰が行くやつ、連れうちの情報だけだから、うん、でも今って SNS とかあるから、ちょっと時代が違うというか、そうそうそう、でもいいやつはおるね、まあそうですね、うん、でもなんか18、19の子がなんか知りすぎてますよね、いろんなことが、ここはこの価格帯とか、うん、なんか頭がいいんじゃないけど、その知識だけで言ってるよね、例えば東京とかのインスタとか見て、塗装が2万5000出てるんでしょみたいな勘違いで来て、いやいや、お前さ、こんな田舎でそんな2万5000出るわけねえだろみたいなのとかあるじゃん。まあでも何件もやらしてるんで、やらしたいのもあるのかな、やっぱ変わり。お客さんからはすごいいいんですよ。緑店の職人、まあ、緑店がいいって言っちゃうと、なんかおかしな感じになっちゃうんですけど。うん、まあでもいいよね、自分の任されてる店舗が一番いい。平原さんにしても、江藤にしても、お客さん対応とか、がすごいいいんで、あ、なるほどね。で結局お客さんと喋ってくれるんで、うん、正直こっち体動かなくてもいいんですよね。だから一体となってるわけだ、チームが。そうです。やっぱり人によっては管理の仕事でしょっていうようなことをやってくれるんで、例えばもう明日雨なんで現場開けますっていう報告を、雨だったら来ないですよっていうところまで言っててくれるんで、管理が別に毎日連絡する必要はないですよね。まあ来てくれへんよね。まあ、声はまあインスタとかやってんのか。インスタもやって、一応ちょっと最近1個なんかアカウント作ったんですけど、まあ、そんな触ってもいないですけど。そうなの。人間ってやっぱ継続的になる。そうですね。なんかやろうと思っても。そんなやつに人がついてくるか。そこっすね。そうですね。そこっすね。自分が強いっすね。そう。自分が強いっすね。やっぱりそれがあると間違ったんですね。そうですね。俺別に人間のやついらんもんだよ。別にその予想いけよってさ、予想いくらでも二流の会社あるだろうって、一応塗装屋としてやっぱもうすげえから愛知県ってはね、でそんなもん雑魚いらんもんって、それがなんかどうのこうのって言われたらどうでもいいやそんなんじゃあ俺もう営業も一流だけ働いてほしい、マジで。それが別になんか仕事できるとかどうでもいいよって、その熱量じゃなんか一生懸命やればさ、俺はもっとバカだったから分かるけど、でも一生懸命やっとるからさ、その覚え悪くてもさ、一生懸命やったやつで伸びるじゃん。まあそうですね、けどもう楽したい楽したいのプレゼンさ、もうよそいでやってたんだよ俺、ほんとめっちゃしょっちゅう俺これ言うとコメント欄書かれるけど、それはうちの考えやね、別にあっとると間違っとるのどうでもいいやろってちょ別にそうだろ、会社なんで、俺の自由だからそんなことって、ちょっとそのお前の知っとる会社は二流なんだろって思うだけで俺は。そうか、まあ、やってみたいんか。でも若い子育てる方がよくない、そのそ自分色に染めれるじゃん、そのある程度変な癖って言ったらおかしいけど、職人できちゃうと蛾が出たりとか。そうですね、育てれるかじゃないな根気がいるんだ。一回現場見に行こうか、じゃあ今度、ね、
それでもしっかりやってくれるんでね、まあ、確かにそれがね中規模のアパートとか触ってみると助かるよね。そういうの結構あるでしょ。まあ、そうですね。お疲れ様です。リピー。あ、やっぱりマスクない。えっちゃん、来たぞ。え？何の話してる？あれも偉いな、こういうの。リーピーからしたら、まあもうだってリーピー何年？十何年でしょ？13年目でございます。まあ厳しい観光検査をやってきてるわけでしょ。はい、しっかり入ってるよね。これも全部下塗りだよね。そうっす。ちょっと近く近くやって。うん、一応4巻分は使ってる。これがだって三谷さん全部ぐらい、うん、あとちょっとあこれ問いまだ塗ってないんだ。問いはまだ塗ってないですね。一番最後に。ああ、どっか他にリーピーだったらどういうとこチェックする？トイの裏とか、うん、あ下塗りですか？うん、あと、まあ、下塗りなんかよ。上の方はなんか塗っとるの？軒とか塗っとるの？全部の起点は一応全部2回塗ってあるんで。起点の取り合いか。の起点の取り合い見てみようか。取り合いってどこ？どう？まあこれ上塗りかかってないもんね。あそこのラインがね。だから紙テープ貼って、まあ、中塗りの時にはライン出す。うん。まああの取り合いあれやばいんじゃない？もうリューピー。あそこの上ちょっとアップして。ああちょっと透けてます。これやばいんじゃん。あれまだ塗ってないです。あれあれでも1回塗って、あれあれ2回塗ったって言ったよね。今あれこれが言い訳、まあ、もしかして違う、早く塗ってた言い訳。違うこれこれ明らかにあれここの下は黒にな、ラインでなるんで絶対よ。いや本当に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 絶対使ったからお前。本当に本当に下裏ここのだってここだぞお前。ここの下裏ですよね。うん、これのちょうどいるな、今、営業家さん。ここ黒くするの全部？ここですよね。うん、そうそう。あ、ここそうっす。黒っす、いつも。違う違うよ。あれっすよ。あの、ハフの色なんで、ここは。ああ。びっくりした。俺マジでやらかしたと思ったんです。ハフでも塗ってあるじゃん。あ、まだハフ1回目で。いや、こいつ絶対違う。違う違う違う。言い訳じゃないですよ、これ。言い訳じゃないですよ。いや、ちょっと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 、ハフ塗ってあるもん。こんな周りくどくてなんでしょ。いや、塗ってあるんですけど、1回塗って、でそっから天井を2回塗ったんですよ。でそっからまた2回目に入るんで天井に。ええどういうこと？じゃあここは何回塗るんですか？黒で2回です。2回塗るんですけど先に1回塗ってあるんですよ。こっちを。これ言い訳じゃない？いや違う順番があるんですよ。こっちの塗ってれば1回塗ってるから。職人さん見とったら分かるかな、はい、あ分かる分かるって。あ多分分かってくれる人分かるんじゃないですかね。あほんでこれペーパー当たってるんで1回目の1回目塗ってからペーパー当たってるんで。で、あ、1回ちゃんと塗ってペーパー当てたの？はい、そうそうそう。すげえじゃん。おぉ、これポイント高いよ。これは視聴者皆さん、これあの職人さんだったらもう分かると思うけど、ここただ2発塗っとんじゃなくて。そうですね。いや俺よく言うんだ、うん、いやトイなんかプラスチックで穴もしんで、うん、止まりゃ一発でいいって言って。うーん、艶感が全然変わっちゃうんですよね。違うやっぱ、はい、一発で綺麗に入れる人おるじゃん。ただあのやっぱプラスチックでも焼けちゃうったりしてると、うん、塗料がひどいとかしょうがないな。そうですね、うん、見てな、うん、でもやっぱだいぶ、ね、一発入れてこれ全部ペーパーが当てると。そうですね、縦取りの時もわざわざ一回塗ってからもう一回ペーパー当てるの。これ河合さんに教えてもらった腕わざわざ。一回目ももちろんペーパーかけるわけだろ。最初かけて一回かけてでやっぱ一回目塗った時にゴミのカスとかついたりするとそのまま残っちゃうじゃないですか、うん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 、なんで1回目塗った後のその塗った時にカスがついたやつとかも込みでもうペーパーやって、うんうん、やっぱペーパーするとやっぱちょっと艶感がちょっと違うんですよ、うんうん、前に出るっていうか光り方が、うんうんうん、それをそうっすそれは河合さんに教えてもらったんです。なんかずっと喋ってるよねなんかいやいやいやこれよく喋るやつって怪しいね。いやいやいやでもさ俺がさ一番安心する職人ね、ぶっちゃけこういうとこなんだわ。こうパーって見てこれデラちゃんとやってあるじゃん。ほんまカメラ向いてないよね今。下向いてないよね見てないよね。だって俺これ説明しとるのに向いてないよねリーピーそれはさ視聴者の皆さん俺コメントなんかめちゃめちゃ荒れとるけど、それは怒ってはないけど俺別に怒ってないよね。怒ってないよね。腰怒ってないよね。怒ってないよね。怒ってないけどそれ指示出すよね。それ俺それがね、ちょっとね、現場でね、やっぱタイムリーなことだからね、あの吠えたりってしてるかもしれんけど、もうだってこれすごいやん。で、俺こういうの好きなんだわ。
ちょっとヘルメットかぶってないであんま奥まで行けないですけど、これね、これあ、それあのガスボンベなんで、そこだけちょっと養生できない、変なやり方すると止まっちゃうもん、ね、そうですね、このね、やっぱね、容量綺麗に安心仕事ができる。うわすごいね、でもお前、あ、これで、リビア、これ奥まで全部やってんだ。そうですね、全部です、多分。あ、これ日差し当たっとったであれだけど、これ見て、すげえ下にちゃんと入れとるじゃん。あ、本当だ、ね、あれ光も当たったでね、コイルだな。そうですね、で結構4、あ、すげえしっかり入れとるわ、ここだけで4本、4缶分使ってるんです、サーフだけで。あ、マジ。いや、これさ、本当にさ、視聴者に言って、あの、まあ、塗装職人さんはもちろん分かってると思うんだけど、2缶、4缶、別に材料費だけでしょ、じゃないだろ。じゃない、ね。どれぐらいじゃ違う。材料費以外に違うこと。要はさ、はい、まあ、薄く塗ったら重たいとかあるじゃん。その材料費は、まあ、まず2缶分違うよね。はい、だけど、そんな俺は知れとると思ってるの。薄める業者っていっぱいおるわけじゃん。はい、だけど、いや、材料なの。言って知れとるっすよ。そんなことに手間が。正直しゃぶっても塗る平米ってあんま変わんないんですよ、ね、うん、と思うんですよ、うん、自分は、うんうん、でやっぱその薄くなってっちゃうんで塗っちゃうと効果が全然ないんですよ、ね、うんうん、なんでやっぱそんな水入れすぎて塗っ、まあ、でも結構ですね、多いんで、うん、自分でもそのあの一斗缶、うん、でも手間が全然違うよ、まあ、ちょっとスピードはやっぱり重たい分ちょっとかかるはかかるんですけど、うん、でもやっぱ慣れもあるな、うん、しかし皆さん、冷凍品、はい、まあ面白いと思うから、はい、まあ一回ね、連絡だけでもいいね、インスタやっとんの、あ、インスタやっとん、じゃあインスタ貼っとくわ、はい、すみません、ぜひまた話してみたいです、はい、ちょっと来てください、お願いします、よろしくお願いします、せーの、また見てねー。一人恥ずかしい。